皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は落書キングダムのファミ通紹介をしていきたいと思います。自分で描いた絵が 3D キャラクターになります。落書きシステムというもので、ゼロからモデルを制作する職人モード、そして用意された素材を使って作る簡単モードがあります。工夫次第でどんなモデルもできます。描いた絵が立体化して動きます。まあ、あの 3D キャラクター、簡単モードで慣れた後に実際に職人モードを使うという、そういうのも手ですね。ではプレイヤーの数だけ存在する育成とバトル。プレイヤーの選択によって多彩に育成可能です。バトルシステムは 3対3のターン制バトルです。戦略的かつテンポのいいバトルが楽しめます。敵味方入り乱れての爽快バトルが展開します。絵の購入、投稿やダウンロードもできます。制作した落書きキャラクターを搭載したり投稿したり、それをダウンロードしたりできる落書きガレージが存在します。無料でやり取りできて、ダウンロード数やいいねの数に応じてランキング機能も搭載予定です。選ばれし存在、クロッカー。異世界のキャンバスに招待されている存在クロッカーはどのようにストーリーに絡んでいくのでしょうか。では赤月ひろと、キャラクターボイスは島崎信長さんです。イラストレーターに憧れる絵を描くことが大好きな高校生です。続きまして、百瀬ゆの、キャラクターボイスは河野まりかさんです。漫画家を夢見る活発な高校生です。続きまして、進藤瑞希、キャラクターボイスは中村雄一さんです。作家を目指す理論派の高校生です。続きまして、結城レイ、キャラクターボイスは岡本信彦さんです。著名な芸術家である親に言われるまま絵を描いてきた青年です。では続きまして、アスマシオン、キャラクターボイスは中井和也さんです。柄は悪いですが尋常派の青年です。では続きまして、宮前司、キャラクターボイスは早見沙織さんです。大人びた雰囲気を持つ医大生です。続きまして、七海凪、キャラクターボイスは藤井幸雄さんです。アイドルグループ CUTE ラインのメンバーで、勉強も運動も苦手ですが、持ち前の メンタルの強さで努力を貫きます。続きまして、雪平かなで、キャラクターボイスは大空直美さんです。同世代から絶大な支持を持つカリスマシンガーソングライターです。続きまして、志島亮、キャラクターボイスは神谷博さんです。物事を客観的に捉える作曲家です。まあ、この8人があの主要人物みたいなものですかね。まああのオクトパストラベラーを思い出しますね。まあ、どのようなバトルが繰り広げられるかというのも、まあ、気になるところですね。まあそんな感じで、今回はこの辺で落書キングダムのファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。